はいどうも、うぷ主の花店です。今回はサロンカー、なにわを撮影するために、敦賀駅に来ています。ここ、敦賀にも、来年2024年には、北陸新幹線が来るようになるので、この先金沢までの区間は、第3セクターに移管され JR の車両は、基本的に、行き来しなくなると思われます。サロンカー、なにわが金沢へ行くのも、あと数回なので、記録したかったんですよ。サロンカー、なにわは今は、亡き高砂工場で改造されていて、高砂工場を知る、生き証人と言っても、過言ではありません。この車両が現役であることは、奇跡のようなことで、ほぼ同期であった、雅は余部、鉄橋から転落して、1年ほどで廃車になっており、こちらも同時期に改造された、サロンエクスプレス、東京も引退している、車齢的にも、いつ引退しても、おかしくないということです。